えー、初めて越チ、えー、先生に会ったのは入門して間もなくだったと思うんですけど、えー、新日本プロレスの道場にいらっしゃいましてコーチやってたんですね僕ちょうどその時膝を痛めてまして、えー、小鉄さんに「えー、おしじゃあ今日は、えー、ちゃんこまんやってろ」ということで、えー、昼飯を作っていたんですが。 道場のからとタンパタンとかいろいろ聞こえるんでそっと行ってね隙間をけてこう見せたんですよたらゴちさんがあ僕に気が付きまして「おい誰だお前、うんえーえー、男っていうのはねそういうところからこそこそするもんじゃない入ってこい!」って言われて。 いやー僕もちょっと膝が悪いみたいなことをねまあ多分英語だか日本語だかで言ったらいいから来いって言われてリング下でこうずっと見てましてですねそれが初めですねそれから23か月してからまた、えー、新日本プロレス道場に来ましてずっとそばでくっついてですね一生懸命え